ペルリーニは、イタリア、エミリア・ロマーニャ州フォルリチゼーナ県がレアータに本拠を構える主にホールトラックの製造を行う建設機械メーカー。現在は産業機械系持ち株会社であるカンジャレオニグループ参加企業となっている。1957年、ロベルト・ペルリーニによって、ベローナ県サンボニファーチョで、ロベルト・ペルリーニ機械建設ワークショップとして創業する。 この数年後には建設車両メーカーにおける主要企業の一社となっている。1960年代初頭に機械部門とダンプ部門を立ち上げ事業を開始しており、1961年に初となるダンパーの設計と試作車の製造を行った後、量産車の製造を開始している。また、このゴロペルリーには中国との関係を構築しており、西側諸国としては 初となる中国にホールトラックを輸出した国国となっている中国はこのホールトラックを使用したニナダオーダムやコナミテイダムなどの大型建設計画が開始されている。今日でも2600台を超えるペルリーニの車両が稼働しており、各種建設現場で使用されている。オーストリアの採掘場に留め置かれたペルリーニ製ダンパー1970年には、 通算仙台を達成。1973年には欧州向けの新工場がビチェンツァ県ガンベラーラに建設され、日産3台のペースで製造が行われている。1977年にはペルリーニ・インターナショナルを設立。この年、行動走行も可能なホールトラックであるモデル131から33を発表しており、この車両はベストセラーとなっている。 1980年代後半からモータースポーツに参戦しており、競技車両をペルリーに105回、レッドタイガーを開発。1990年から1993年まで、ラカールラリーに4回連続で出場し、すべて優勝するなど輝かしい成績を収めている。2016年4月、破産宣言を行い事業停止。2018年に、ペルリーには競売にかけられており、 カンジャレオニーグループが落札したことにより、参加入り。企業名を現在のアンドストリーマッチネパーリニーに変更し、製造を再開する。4年連続で出場し、4回連続で総合優勝を収めている。ダンパー DP705WD に、ありがとうございます。